イヤチャンネルをご覧の皆様、テトです。テトは10月23日にセカンドアルバム超現実至上主義宣言を発売しました。ありがとうございます。ありがとうございます。どのような作品になったか聞きどころを説明お願いします。15曲入ってもりもりですよ。もうね、ボリューム満点、歯応え満点、ぜひたくさん聴いて楽しんでください。エンちゃんからでもやっぱたくさん聴いてくれたらもう嬉しいです。私はたくさん聴きたくなるような作品になったと思っていて、で私自身もたくさん聴いてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、リリースに伴いライブも決まっております。47都道府県ツアー日の出行脚です。ありがとうございます。今回関西もすごいいろいろ回りますけど、全部回りますからね。全部回ってますから。47都道府県ですから、うん、大阪だけ行かないよみたいなことはないので。ないです。ありがとうございます。これダメか。大阪は6月13日にナンバーハッチありますけど、なんかありますか。大きいですよナンバーハッチ。すごい。いつか行ってみたかったですね。旅行に旅行にいつか行ってみたかったんだ。すごい、まあ、南波市とかは行ったことありますけど、やっぱりすごい目立つ建物ですし、まあ、どうなってるか私は行ったことがないのですごい楽しみにしてます。うん、自分も中も入ったことないし見に行ったこともないので、もう中の作りから楽しみですけどね。ちょっと興味が建物の構造、ここの柱はあこういう材質なんだみたいな。どうなってるんだろう。あ、そうですか。建築家目線。建築家目線。あ、この階段登りやすいなみたいな。どうやって建ててんだ。どこから作ったんだみたいな。気になってしょうがないですね。もう、はい、今から。皆さんはぜひお越しください。せーの、テトでした。